皆さんこんにちは、八坂慶です。めくってくださいという絵本を手に取ってくださってありがとうございます。実はあの絵本はこの場所で僕が原案を思いつきました。気持ちのいい夏の風の中でふと思い浮かんだことをキーボードで書き留めました。こんにちは。僕は本です。あなたに出会うために生まれてきました。それから種が地面に落ちてゆっくりと葉が開き、そして花が咲くように時間をかけていろんな人との出会いや自分の作品との出会いを通じて一冊の本になりました。僕は本です。あなたに出会うために生まれてきました。あなたは初めましてと言うかもしれませんが、ほらお花畑です。綺麗でしょ。春と夏と、だんだんなんだろう、これはもともとできてたものなのかなっていうような形に一つ一つパーツが挟まっていくような感じで一冊の絵本になっていきました。で、まあ出来かけの絵本を周りの友人に見てもらいながら賛同してくれて音楽を作ってくれたりですね、 DVD を作ろうっていうふうに言ってくれたりした人がいて、で今回のようなこのような形になりました。内容としてはですね、まあ僕らの存在は目に見えてる部分だけではないんだよっていうことを感じてもらいたくて、少しなんていうのかな、未来の世界というか魂の世界のことをありのままに書いた内容になって、